シウダ・ロドリーゴは、スペイン・カスティーリア・イレオン州サラマンカ県のムニシピオ。県とサラマンカからは8 6トルの位置にある。西のポルトガルとの国境へはわずか2 5トルの距離にある。シウダ・ロドリーゴには少なくとも、青銅器時代から人が定住していた。マドリードの国立考古学博物館に、この時代の像が見つかっている。しかしシウダ・ロドリーゴ周辺では、 旧石器時代後期の石器が見つかっており、牛や豚、ヤギを描いた旧石器時代前期の壁画のある、シエガベルではわずか1 2キロメートルしか離れていない。自治体内には巨石記念物も,も残っている。紀元前6世紀、この地にはケルト人のベトネスがあった。土着文化の存在を示す陶器が中心部で発見されている。その他のローマ以前の遺物として、イノシシ像がある。 ローマ時代の遺跡は数少なく、ローマ神殿の一部であった三本の石柱がある。この石柱は中世から都市紋章と旗に表されている。ローマ時代、ミロブリガやブレティ様とは教会で切り離されていたと碑文にある。レデズマにも同様の碑文があり、ブレティ様、ミロブリガ、サラマンティカの間には教会があったとする。これらの碑文を総合すると、 ミロブリガとは、現在のシウダ・ロドリーゴに該当する。スエビ王国、西ゴート王国、アラブ人支配時代の痕跡はごくわずかである。シウダ・ロドリーゴ周辺が、キリスト教国に復帰したのは、11世紀後期のアルフォンソ6世時代とされる。地元の歴史家によれば、白爵・ロドリーゴ・ゴンサーロヒロンの手によって、再植民と都市再建が行われた。 シウダ・ロドリーゴの名は彼にちなんでいる。アルデア・ロドリーゴの町や、ロドリーゴ城の名も彼にちなんむ。1136年に書かれた、サラマンカ大聖堂の公文書における、シビタテムでロデリック村をサラマンカが買い上げたという、部分が、シウダ・ロドリーゴの名に触れた最古のものである。1161年からフェルナンド2世が再植民を進め、城壁で町を追い始めた。 7つの門のある城壁は2キロメートルにわたって、取り巻いていた。フェルナンド2世は、西はポルトガル、南はムワヒヒド町と対峙する町に、死境座を置き、レオン王国南部の拠点とした。14世紀、エンリケ2世が築いた要塞は、現在国営のパラドールとなっている。ポルトガルに近いことが、シウダロドリーゴの歴史の最大の焦点となった。1384年、 カスティーリア王国は大軍を隣国に送り込み、アルジュバロータの戦いで大敗した。シューダ・ロドリーゴは、トゥイ、バダホスと共に、レオン王国の重要な土地となり、隣国と比較された。しかしシューダ・ロドリーゴは、ペドロ一世が、モンティエル城で暗殺された後も、ポルトガル住民と交流があった。ポルトガルの騎士たちは、ペドロ一世のイボアニ・エンリケ二世が、 シウダ・ロドリーゴを表した際には町を守っていた。二度目のカスティーリャ王位継承戦争の際には、シウダ・ロドリーゴはイサベル王女か、ポルトガルの後押しを受ける不安な王女のどちらにつくか迷い、最終的にイサベル王女側についた。15世紀から16世紀、貴族の館や教会が建設され、シウダ・ロドリーゴは繁栄した。一方で、同時代には、 貴族間の争いに巻き込まれ、もはや教会権力から遠くなっていた。コムネロスの反乱においては、シウナ・ロドリーゴはカルロス一世支持者とコムニダー後に二分されてしまった。15世紀、ポルトガルにはユダヤ人コミュニティとキリスト教に改修したユダヤ人のコミュニティがあった。一方、国境を挟んだ隣のスペインには数千人もの亡命ユダヤ人が暮らし、 その一部には洗礼を受けた者もいた。16世紀半ばのシウダ・ロドリーゴには、キリスト教に改修したユダヤ人が多く暮らしていた。これらのユダヤ人に対し、リエレナに設置された異端審問書は1620年まで集中的に審議を行った。17世紀から18世紀初頭にかけて、ポルトガル独立回復戦争、スペイン継承戦争に、 アイツで見舞われたシウダ・ロドリーゴは衰退の時代にあった。スペイン独立戦争時の被害は甚大で、その傷跡は今も残っている。自治体市長はカスティーリア・イレオン国民党のフランシスコ・ハビエル・イングレシアス・ガルシアで、自治体表議員はカスティーリア・イレオン国民党、旧カスティーリア・イレオン社会党6、6カスティーリア・イレオン統一左翼にとなっている。シウダ・ロドリーゴは シウダ・ロドリーゴ司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。ありがとうございます。